なんとなくの気分でオリンクス純正やっていきます。よし。おー、マジ？なんか、珍しい。まあ、最近全然純正見なくなっちゃったから。でもまた高校か。なんか最近高校多い気がする。確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。インサイド弾き返した打球はセンター。ナイスキャッチ。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている青木。宮城、まずは先頭バッターを打ち取っています。スライダー。マウンド上のピッチャーは宮城、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。あ、自信かも。まあいいや。ストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。スローカーブとカーブだけで抑えられる。順は3番丸。2アウトになっています。さあ、まず終わった。あぶね、助かった。緩いボールで来ました。ボール先行です。3球目打ちました。マジ。2アウトランナー1塁。バッターはカブレラ。やば。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが1球目。インサイド落ちました。オッケー。1塁送球。1塁アウトで3アウトチェンジです。ナイスナイス。さあ、これからカープが守備につきます。バッターは福本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。去年の育成だな。育成じゃない、覚醒。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ、2球目は何か。引っ張った。よし、強すぎ。一塁決定、二塁に向かう。福本さん、足舐めちゃいかん。バッターボックスには一郎が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうです。一郎でヒットって1点どうする感じですね。マジか、入んのか、すげえな。ああ、いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。緩いボール、しっかりと見極めました。やばい、外角めっちゃ苦手。打ちました。よし、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そして打席には宗が入っています。さあ、チャンスが続きます。変えるのか。しっかり繋いでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。お、マジ。はあ、しんどいことしてくれるな。これが初球。やはり安易にストライクから入れませんね。ピンチですからね。ああ、やはりそうですか。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。もっと OK。 これでもう一回持ってきました。これで追い込まれます。いや、ヒット打つか。オッケー。とりあえず行って、ここ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。そうですね。たまの編成大体分かった。うわー、惜しい。うわー、今だったら苦手だったな。スライダー苦手すぎか。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかり繋いで追加点を奪いたいですね。いやー、ストレート。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。縦ストラクルか。うわー、すっごい合ってたけど打てんかった。ギダ打つよ、ギダ。ギダを見つけた。ヒットは多分正直無理。中途半端な速さのボールだと外野フライ高いですから、できれば
振るの早い。やべ、変化球狙ってた、まさに。これは高眼界でゲットして加藤秀樹。ここはしっかり繋ぎたいですよ。なるほど、そうですよね。いやー、もっと上手く託してくれ俺。上のストレート、スライダーか。落ちろ落ちろ、クソ、フェアあったならんかった。1点じゃ心配なんだよ。 OK、 走れ走れ走れ。 OK、 ナイス。いやでかい、これは。いや、ストレート来ると思ったんだけどな。足が速くてはダメか。ついに最終回を迎えました。追いかけるカープの攻撃、バッターボックス浅村。ジャイアンツリードで迎える最終回です。ちょっと宇田川倒してジャイアンツピッチャーが変わります。ジャイアンツにしちゃってるわ。まあいいや。打球はセンターへ。オッケー、ナイス。抑えてワンアウト。6番バッター岡本。ワンアウトランナーありません。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ストライクです。次が2球目。引っ張った、強っ。2アウトになりました。バッターは7番に入っているビシエド。2アウトランナーありません。はい、オッケー、決まりました。江戸は強え。 A ランクで変化量減ってるのも強え。いや、宇田は強えな、マジで。じゃあ、お疲れ様です。